松山美味しいもの巡り、そば吉フライブルク店の紹介をしていきます。いつも笑顔がそばにある。いつの間にか季節が流れてたけん寒くなったんよ。夜間暖かいそばを食べに来たんよ。フライブルク店閉店とな。人気店で満席なのに。11月26日をもって契約期間が満了するらしいんよ。暖かくなって出会いの季節の4月には南久米に新店舗を作るらしいから。と言ってもここの最寄りは平田か町中になるわね。妖精さんいつまでネタ置いてたのかしら。危うく使えなくなるところだったわ。とライフポイントがそがれたところで、今回は日替わりのメニューと、あとはニシンのそばを頼みました。日替わりメニューは入り口に黒板で書いてくれていますよ。日替わりのメニューはじゃこ天のおそばと、あとは天丼でした。このじゃこ天のおそば、このじゃこ天がとっても分厚くて食べ応えがあるんですよね。愛媛ならではのじゃこ天ですよね。今話題のじゃこ天のお話になります。これが何にでも合うんですよね。そばの出汁にも合います。そして一方では別のセットでニシンそばを注文しました。このニシンもそば屋さんならではですよね。なかなか食べる機会もないですよね。そして山菜とか揚げ餅とか、おそば屋さんでならではの頼み方になりますよね。これがもうとっても絶品なんですよ。信州信濃のそばよりもあなたのそばがいい、名代そば吉という宣伝もありますね。これがもう美味しいそば吉。残念ながら11月26日でフライブルク店は閉店となってしまいます。新店舗が4月には南久米の方にできるようです。ご視聴ありがとうございました。